この端末が第三制御端末ですね。こことヨナが勝手に利用している第八制御端末の2箇所からハッキングを仕掛ける段取りです。なるほど。それじゃヨナに連絡するか。はい、お願いします。エリーさんたちからも連絡があるかもしれませんから、私のエニグマを使ってください。ああ、わかった。ヨナ、こちら、ロイドだ。あんたか、もう着いたのかよ。ああ、ちょうど今、ティオが端末を起動している。スピーカーをオン。エニグマの裏側にある赤いスイッチを押してください。そうすると通話相手の声が他の人にも聞こえますから。こうか。聞こえるようになっただろ。なるほど。消費 EP が多めなのであまり推奨はされていませんが、なんとか持つでしょう。ヨナ、こちらの準備は完了です。後の段取りは？ああ、こっちはとっくにおとりになるべく動き回ってる。キティが現れたら連絡するから対応してくれ。了解しました。それまで待機します。よろしく頼んだぜ。これで準備は終わりなのか？ええ、あとはひたすら待機です。ハッキングを始めた後も私一人で十分ですし、私が一人で行くといった理由が分かりましたか？なるほど。でも実際ここに来るまでに結構大変だったわけだし、結果オーライでよかったじゃないか。困ったな、話題がないぞ。そういえばミッシーだっけか？ずいぶん気に入ったんだな、そんなストラップまでつけて。ええ、そうかもしれませんね。私はあまり物には執着しない性質ですけど、不思議とこれだけはずっと持ち続けていますね。これここに来てから買ったものじゃないのか？確かクロスベルのご当地キャラクターだろ。これはもらったものです。5年くらい前にガイさんから。え？ガイ・バニングス、ロイドさんのお兄さんですよね。え、ああ、いや、もちろんそうだけど、ティオって兄貴と面識あったのか？はい。知らなかった。なんだよ、だったらもっと早く言ってくれればいいのに。でもティオは確かレマン自治州から来たんだろ。どうして兄貴と？しばらく旅に出るって、そんないきなり。一体どこに行くつもりなのさ？レミフェリア公国だ。なーに、しばらくといっても2ヶ月くらいで済むだろう。実はとびっきり可愛い女の子をエスコートしながらの旅なんだ。ティオ、前にこの病院に？ええ、6年ほど前のことです。黙っているつもりではなかったんですけど。あれはティオのことだったのか？多分そうです。私が9歳の時、レミフェリアにある実家までガイさんに送ってもらった時ですね。レミフェリア、ティオの出身はそこなのか？はい、と言ってもあまり思い入れがある故郷ではありませんが、もうほとんど捨ててしまった場所ですし。え、そのティオのご両親は？元気だと思いますよ。3年前に家を出てから
ほとんど連絡を取ってませんけど。ある事情で、私は5歳くらいの時から行方不明の身の上でした。ガイさんに保護され、衰弱していた私はウルスラ病院に半年ほど入院していました。そしてなんとか回復した後、実家まで送ってもらったんです。そうだったのか。でもどうしてまた家を出たんだ。ロイドさん、私が普通の人間と少し違うのは分かりますよね。違うなんて。事実ですから。外界の事象に関して、私は普通の人間の数倍の感応力を持っています。普通の人には聞き取れないかすかな音、普通の人には見えない動力波の流れ、普通の人には感じられない属性の気配、そして人の感情や心の揺らぎまで。あ、日曜学校に通っていても私は一人ぼっちでした。周りの子たちとは違ったものを見て、違ったものを感じて、そして見えない悪意や好奇心もはっきりと感じ取れてしまう。両親は私を愛してくれましたが、やはり限界があったんでしょう。次第にうちの空気が張り詰めて、私は気づいてしまいました。ああ、帰ってこなければよかったって。そして気づいたら、私は列車に乗っていました。共和国を経由して、クロスベルに向かう列車に。そうか、ティオは、兄貴に会いに来たんだな。そうかもしれません。そのマスコットをプレゼントしてくれた時に、ガイさんが言ったんです。安心しろ。きっとお前は幸せになれる。もしそうならなかったら、いつでも俺を呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやるからよ。いかにも兄貴が言いそうな言葉だけど。でもちょうどその頃に兄貴は途方に暮れていた私は、エプスタイン財団の人と知り合って、その感応力を見込まれて、当時発足したばかりのオーバルスタッフの開発チームにスカウトされました。そしてレマン自治州に渡り、財団の研究所で3年間過ごして、そして3ヶ月前再びクロスベルに戻ってきました。ディオ、あ、ごめんな。突然いなくなっちまうようなバカ兄貴で、女の子との約束を守らないなんて、ほんと兄貴らしくもない。ロイドさん。あ、ヨナみたいですね。キティが現れた。今ちょうどこっちが用意した餌を発見したところだ。追い込んでいくからわかりました。俺は高みの見物か。ティオ、無茶だけはするなよ。はい、心配ご無用です。アクセス、エーオンシステム起動。ネットワーク上のリソースの第二境界領域に潜伏開始。キティが来るのを待ちます。落ち着いてよな。おそらく圧倒的な処理能力で力任せに進んでいるだけでしょう。焦らず2歩先を読んでこちらへと誘導してください。くそ、もちゃ言いやがる。第4ターミナル、第17ターミナル、視聴者のメインターミナルを通過。第25ターミナル。
確認しました。これがキティ、確かに早い、早すぎる。エーオンシステム解放、複数同時並列処理に入ります。行きます。こちらも確認。おお、いい流れじゃん。このまま行けばそっちだけでキティを捕まえられるんじゃね。いいえ、あなたやキティと違って私は純粋なハッカーではありません。エーオンがダウンしたらさすがに追いつけないでしょう。クソ、だったらどうすんだよ。ダウン覚悟で限界まで処理を高めてキティの退路を塞ぎます。おそらくキティはもう一度そちらの領域にシフトするはずです。タイミングを見計らってコンマ1秒以内で捕まえてください。ああもう分かった、やればいいんだろ。それではエーオンシステムリミットブレイク。今です。そこだー、よっしゃー、捕まえたぜー。やったのか。ええ、そうみたいですね。お、大丈夫か。はい、ちょっと処理を上げすぎたせいで目を回してしまいました。まったく、無茶するなって言ったのに。あのさ、ティオ、兄貴がした約束、俺に引き継がせてくれないか。え、もし幸せになれなかったらいつでも呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやる。悔しいけど兄貴はすごかった。パワーにしても行動力にしてもまだまだ足元にも及んじゃいない。でも俺頑張るから。その約束を守れるくらいはでかい男になってみせるからさ。だから不思議ですね。ロイドさんとガイさんってあんまり似ていないのに、それでもどこか似たようなものを感じます。魂のありようというか、見ている方向が同じというか。俺と兄貴が？はい、でもやっぱり違います。ロイドさんはロイドさんであってガイさんと同じじゃありません。それはロイドさんが一番わかっているんじゃないですか。それはですから、どうせ約束してくれるのなら別の内容がいいです。え、別に今すぐじゃなくていいです。ロイドさんの言葉で私にしてくれる約束、思いついたらで結構ですから。ディオ、それに私も子供じゃありません。一方的に守られるのも何かをしてもらうのも嫌です。私だって同じ支援課のメンバーでしょ。そうだな確かにその通りだあ、ん？どうしたんですか？いや、そのちゃんと笑ってる顔初めて見たかもって思ってさ。別に笑っていません。これはその気が抜けてしまっただけで照れるなって。でももったいないな。ティオ、元がすごく可愛いんだから普通に笑えばモテモテだろうに。すごく可愛いって。おっと、嫌な、
いつから聞いていたんですか？いや、笑ってる顔は初めてとかのあたりだけど。なんか珍しいもんを聞かせてもらっちまったな。まさかあんたがそんな風に慌てるなんてね。それ以上無駄口を叩いたらパムットで40連鎖します。それは仕様的に無理だからって、あんたなら本当にやりかねないけど。それでヨナ、キティの正体はちゃんとつかめたのか？僕を誰だと思ってるんだっつーの。無事アドレスはつかんだから、そっちにも情報を送るぜ。お、妙な添付ファイルがついてるみたいですけど。添付ファイルって、なんだこりゃ。アドレスを割り出したログにどうしてこんなものが。開いてみましょうか。え、これは、なんじゃこりゃ。ちょっと待て、これってひょっとして。居場所を突き止められた仕返しにハッキングを受けたみたいですね。いえ、最初から手のひらの上だったのかも。そうなるとダミー情報をつかまされた可能性もありますね。キュー。おい、大丈夫か？あの状況でアドレスを偽装する余裕はさすがになかったはずだ。だったらアドレスを解析すればなんとかアクセスポイントも。いや、でもアクセスポイント。おーはい、まあ放っておいて一旦ヨナのところに戻りましょう。報酬のメモリークォーツも受け取る必要がありますし。な、そんな話もあったか。なんかいろいろありすぎてすっかり忘れていたな。この近くに出口付近に出る非常エレベーターがあるはずです。それを起動させて帰りましょう。ああ、そうするか。おっと、もう夕方か。なんだかんだ言って結構長く潜っていたんだな。そうですね。ティオ、どうしたんだ？なんでもないです。早くヨナのところに戻ってメモリークォーツを受け取りましょう。それにキティの正体も気になりますし。そうだな、何かつかめてるといいんだが。ローゼンベルク工房。ちょっと待て、ローゼンベルク工房って人形を作っている工房だろ？北の参道の途中にあった。そうだよ、その通りですよ。でもキティのアドレスを解析したらそこがアクセスポイントって出たんだ。何の冗談だよこれは。確かに不可解ですね。どういうことなんだ？あの工房にキティがいたら何かおかしいことでもあるのか？その、現在自治州内に敷かれている動力ネットワーク網は市内とウルスラ病院くらいなんです。あとは湖の対岸にある保養地ミシュラムくらいでしょうか。あ、無線の動力波は不安定だから普通の動力通信にしか使われない。大量の情報のやり取りをする動力ネットは基本的に有線なんだ。ウルスラ病院とミシュラムだって固定に動力ケーブルが通ってるし。でもどう考えても
山道外れの工房に動力ケーブルが敷かれてるわけがない。あーもうどういうトリックなんだよ。まさかな。まあ謎は残されましたが、収穫はあったみたいで何よりです。それでは報酬をいただきましょうか。わかったっつーの。あんたらの助けがなかったらここまでたどり着けなかったしな。これが俺たちが興味を示す情報か。ぶっちゃけて言うとルバーチュ絡みの情報。関連情報もまとめといたから、あんたらには重宝すんじゃねえの。それは。なるほど、確かに一番知りたい情報ですね。言っとくけど、知ってるやつなら全部知ってるような情報ばかりだぜ。例えば警察の上層部なんかはとっくに掴んでるネタばかりだろ。いや助かるよ、そういう情報が回ってこなくてちょっと困ってたところだったからさ。あっそ、よかったじゃん。あーもう今日はもう寝る。また明日さっきの手がかりをもとにキティの正体を追ってやるからな。まあほどほどにな。せっかくの記念祭なんだから引きこもってばかりいないでデートでもしてきたらどうだ。うるせえ、余計なお世話だっつーの。この弟系装飾男子を装った食いまくりのリア充野郎が。意味不明だけど不当に中傷してるみたいだな。そういえばロイドさん、記念祭の初日にセシルさんとデートしてましたね。え、その後もノエルさんたち姉妹と両手に花で楽しく過ごしたとか。なるほど、経験者の言葉には重みがありますね。そのティオさん、何がおっしゃりたいんでしょう。いえ特に何も。メモリークォーツをコネクト。これで一通りの項目にアクセスすることができます。結構揃っているな。今まで不明なところも多かったルバーチェの情報、まとまった形で確認できるのは初めてかもしれないわね。そんじゃまあ一通り目を通していくか。ああ、なるほど、よくまとまってる情報だな。今まで聞いていた話が的確にまとめられている感じね。しかし改めて見るとやっぱりとんでもないですね。ああ、非合法なビジネスで相当儲けまくってる感じだな。こうしてみるとやっぱり大きな組織だよな。それに軍隊経験者もかなり多そうな感じだし。ああ、前に下っ端と戦った時
かなり手強かったのも納得だぜ。でもあの時の軍用犬そのまま運用しているみたいですね。私たちが捕まえたのも無駄になったというわけですか。そうだな。ちょっと虚しくなるわね。こりゃなんつうか印象的なおっさんだな。ユーモラスな外見ですけど、やってることはえげつないです。それに思っていた以上に柔軟で頭も切れるみたいね。帝国寄りなのに共和国方面にもコネクションを持ってるなんて。相当厄介そうな相手だな。あの若頭の人、両兵団の出身だったのね。西風の旅団、どこかで聞いたことがあるような。大陸西部において最強と謳われた両兵団の一つだ。その部隊長をやってたってことは相当な戦闘力なのは間違いねえな。キリングベアって名前も何度か耳にしたことがあるぜ。そうか、確かにすごい迫力だったけど。でもやっぱりランディ、そういうのは詳しいんだな。昔噂で聞いたくらいだけどな。これがハルトマン議長。なんつうか政治家ってより帝国の大貴族って感じだな。しかしあの鉄血宰相と会見したってのはマジなのか。ええ、非公式ではあるけれど、去年の春頃オズボーン宰相がクロスベルを訪れたらしいの。おじい様には会わずにハルトマン議長とだけ会談してすぐに帰国したらしいけど、一時期各国の政界ではその話で持ちきりだったみたい。そんなことがあったのか。鉄血宰相、相当有名な人みたいだけど。何のために訪れたのかちょっと気になりますね。なるほど、今まで漠然としてたところがかなり見えるようになったな。ええ、冷酷かつ抜け目ないトップと歴戦の両兵だった若頭の存在、そしてハルトマン議長との関係ね。しかもその議長ってのはあの鉄血宰相とも何かしらの関係があるんだろう。確かにクロスベルの警察が全く手を出せないのも納得だぜ。そうだな。待ってください、渡されたメモリークォーツの中に隠されたデータがありました。隠されたデータって、隠したってんなら
あのガキが隠したんだろう。ええ、どうやら私が気づくか試そうとしたらしいですね。後でお仕置きをしないと。それはともかく、その隠されたデータも見れるか。ええ、お茶の子サイサイです。な、これはシュバルツオークション。エステルちゃんたちが言ってた例のイベントってやつか。ははあのガキ、シャレた真似をすんじゃねえか。どうやら本当に存在するイベントのようですね。それもルバーチェ絡みですか。ああ、怪しいとは思ってたけど、よし、とにかく見てみるか。これは信じられない。そんなものが毎年開かれていたなんて。でもちょっとおかしいです。秘密にしている割にはかなり大規模な催しですけど。いや、警察とマスコミには厳重に規制がかかってんだろう。でもなけりゃこんなもんが表沙汰にならねえわけがねえ。その通りだ。課長、お疲れ様です。やれやれ、まさか自力でそこまでたどり着いちまうとはな。まあいい、ここじゃなんだ、そっちの部屋で一通り話してやろう。それじゃ、あのファイルにあった情報は全て事実ってわけですか。ああ、そうだ。誰が調べたもんかは知らんが、なかなか的確にまとめてやがるな。でも警察の上層部では全て掴んでいるんですよね。ああ、全員とは言わねえがな。警部クラス以上はもちろん、一課の連中は全員知ってるはずだ。遊撃士協会だって、受付やアリオスあたりだったらとっくに承知しているだろう。これも壁ってわけですか。ああ、とびきりでかい壁だ。基本的に俺はお前たちの行動に制限をつけるつもりはないが、シュバルツオークションにだけは手を出すのはやめろ。お前たちには荷が重すぎる。でも。おいおい課長、言葉を間違えてんじゃねえよ。俺たちに荷が重いってより、警察そのものが動けねえんだろう。それだけの有力者を招待して、しかも実質的な主催者の一人があのハルトマン議長、そんなの動けるわけがないわ。民間人に危険が迫らない限り遊撃士協会も動けませんし、誰も手が出せないということですか。だからといって。悔しい思いをしてんのはお前たちだけじゃねえ。特に一家の連中は毎年歯ぎしりするような思いだろうさ。非人道的な催しだったら、それこそギルドに動かれる前に意地でも突っ込むところだが、どうやら出品物が黒い以外は豪華なパーティーってだけらしいからな。実際下手に手を出しちまったら支援課ごと潰される可能性は高い。だから今回ばかりは俺もお前らを止めざるを得ない。ま、そういうことだ。やれやれです。納得しろとは言わん。だが現実を直視し、自分たちに何がどこまでできるか
見極めるってのも時には必要だ。そしてその悔しさを忘れない限り、いつかきっとチャンスは来るだろう。お前たちが諦めなければな。わかりました。この件に関しては手を出すのはやめておきます。ロイド、ロイドさん。やれやれだな。よさよさ、よさよさ、よさよさ、よさよさ。なんだ、地震？それにしちゃなんだか気持ちいいけど、ダメだ、また眠く。エニグマ駆動、出力ミニマム、極小レベル、凍結プロセス展開、発動。それ、冷た。え、おはようございます、ロイドさん。ああ、おはよう。あれ、なんでティオがここに？ミーティングの時間なのにロイドさんが降りてこないので起こしに来ました。な、もうそんな時間だったか。でもおかしいな、何か冷たいものが首筋に当たった気がするんだけど、夢だったのか？いいえ、夢ではないです。いくら揺すっても起きないので、極小のダイヤモンドダストを発生させてみました。ちょっと待て、なんか聞き捨てならない言葉を聞いた気がするんだけど。大丈夫です、出力最低にしましたから。バッチリ目が覚めたのでは？それはまあ、そうだけど。それに、寝てる人を起こすのにどうすればいいのか迷って、それでつい確実な方法を選択してしまいました。どうすればいいのかって、そっか、この子は今まで他人を起こした経験も。ロイドさん、その怒りましたか？いや、怒ってないよ。でもこれから起こすときは揺するだけじゃなくって声もかけてくれ。それでちゃんと起きられるからさ。なるほど、そうなると、おはようございますご主人様と呼びかければいいんでしょうか？なぜそうなる？では、お兄ちゃん起きないと足毛にするんだからね、とか。どこから仕入れた知識だよ。冗談です。エリーさんと朝食を用意したので、着替えたら降りてきてください。それでは。な、ちょっと待った。何でしょう？ありがとな、ティオ。俺を気遣って様子を見に来てくれたんだろ。ふな、あなんだか昨日悩んでいたのがどこかに行った気がする。ティオには感謝しないとな。記念祭も4日目、今日も忙しくなりそうだ。さてと、4日目の業務を始めよう。新しい要請が入っていないか念のためチェックしないとな。そうね、今日は市内でパレードもあるし、逆に郊外に足を伸ばしている観光客もちらほら出ているみたいだし、紛失物とか迷子とかいろいろと入ってきそうですね。ま、そのあたりは正直全部は面倒見きれねえけどな。俺たちでやれる範囲のフォローをしていけばいいんじゃねえか。なあ、そうだな。